ギリ出発までに間に合ってますね。何ですか、これは。ん？なんかバックアップ取れないの？いや、それどこじゃない。59。ああ。ダメだね、なんか。あと5分。書き出しチェックは移動中にしましょう。書き出します。今日は、8月26日です。はい。で、今日はですね、午後から、出張レッスンがありまして、準備とりあえずしていきたいと思います。バッテリーがね、ちょっと危ない携帯がいまして膨張しちゃってるんですね。これ使ってないんですけど、一応楽天モバイルがこの中にはいます。で、まあ SIM カードだけね、移してなんか別の何でもいいんだけど、まあ使ってないしね、これ。ただ一応バックアップ取っとこうっていうことで、ついでに他のやつもデバイスバックアップ取って、別のハードディスクに移してるっていうのを朝からやっております。はい。で、準備をしてます。出かける準備です。はい。これを持っていく。ライトニングを一個外に出してるんだよね。はい。今日は結構忙しいんですよ。出張レッスンから終わって戻ってきて、ちょっと家の用事でお出かけしないといけません。で、これ持っていこう。で、ペン持ってって、で、ノートは持っていかない。紙は使わない。アップデートやっときますか。まあ、できなかったら別に、SIM カードだけ取り出せばいい。使ってないんで。なんとか出発までに今日の Vlog は終わらしたい。もうちょっとです。頑張りましょう。
はい、それでは出張レッスン出発します。なんとか動画間に合いました。今日は、明大前、はい、なので大江戸線で支援を見ましょう。若干雨っぽいんだよな。天気予報は雨降らないってなってたんだ。出張レッスン終わりました。で今日はね、急いで、戻って、まず新宿にちょっと寄って、で練馬に戻り、着替えて柏に行きます。あんま時間ないのよここで。柏もさ遠いよね、1時間以上。うわ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 、虫やだ虫やだ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 、はい、じゃあ急いで戻ります。移動時間がね結構かかるんですよ。お、確かにそのパターン考えてなかった、ね、そっちの方が1個早いじゃんね、だって、うん、したらこれ乗れてた可能性ある5番線で乗れる人は右側です。あれに乗りたかったやつ。ご乗車ありがとうございます。